この場所なんですけれども、こっから来たんかな？こっからだったかな？多分。あれ、どうかな？こっちからだっけ？は、どっちか。ちょっとアーカイブ見てもらったらわかると思うんだけど、こっちかこっちか。こっちだったと思う。多分。で、こう来て、こう来て、こう来て、ここに行きたかったんよ。イベントのやつでね。ここに行きたかったんだけど、なくって。これ多分、ここじゃないんよな。多分、海の中だったんだと思うんだけど。で、あ、海かと思って、通り過ぎてちょっとまっすぐ行ってたら、ここになんか鍵を使ったら、扉が開いたんだけど、何の鍵だったんか、どこで拾ったんかも覚えてないんだけど、なんか鍵を持ってたんよ。で、開きました。で、ここ入ったことなかったんよね。たまたま見つけて。で、ここは普通に触れたら開いた。鍵とかはなかった。で、入ったら、こういう場所に出て、ちょっとアーカイブ区切ったわ。これはあれかな？双眼巨猿にある、あのやつかな？まがまがしいよな。あ、不思議な本のページ。難攻不落。あ、これ割れないんだ。これ割れないんだ。何これ、まがまがしいの。これ取れるんだ。実にえ？貴重だ。このまがまがしいのは何？しかもこれ割れんのよな。一応石っぽいのに。ちょっと進んでみるか。不思議な本のページは、あそこで必要になるから、だからどっちみちここ来ないといけないとこだね。不思議な本のページ使う場所は、ここ。カノティラとケージの書。ここで使うことになるんで、集めとかんといけんのよ。まあ、ちょっと、いろいろ進めないとここたどり着けないんだけど。まあ、カノティラがどうとかっていうのを多分アーカイブ区切って一連のところをアップしとると思うんで、それアーカイブ遡ってもらえれば。結構前だな。でもここを開放したの。まあ、ここで使いますよと。で、さらに行ける。一周するだけなんかな？あれ、ここって来たことあるよな。多分。これは？でも方向性の違いから結局は学院長先生に新しい実験室を用意してもらった。それも仕方ない。だってアランは賢すぎるから、彼が信じるのは自分だけ。他人の目や経験を信じない。自分の出した結論がそれと同じでない限りは。でもそれでいい。アランも自分のやり方で世界を良くしようとしてるのだから、彼を信じよう。だってここはアンの生きる世界でもあるから。アンの話が出てるね。学院には大勢の人がいる。でもカーターお兄ちゃん以外の友達はそんなにいない。みんな私たちを嫌ってるみたい。ルネが研究用にすごいものを手に入れた。どれも災禍の後に現れたものだと聞いた。一般人には危険すぎる。でも私はなんてことない。多分体質がかなり変わったんだと思う。ルネの役に立った。お見舞いに行った時、彼も推薦十字院の出身だと知った。でも私たちが副院長に捨てられたことは最後まで話さなかった。彼を悲しませたくなかったから。自分がしてもらったみたいに彼をサポートできたらそれでいい。ルネと話し合った。彼はやってみると約束してくれた。危険だからカーターお兄ちゃんに洗いざらい話すべきだと言われた。彼の命なのだから彼自身が判断するべきだ。でもうまくいけば彼も私と同じように生きられる。よくわからん。おう、よかったです。ここは多分来てんだよね。ワープポイント。あと、こういうのちゃんと調べとかなきゃいけない。不思議な、あ、なんだ。不思議ななんとかを集めとかなきゃいけんかな。
ここやった覚えがあるわ、やっぱり。ここのギミックを解いた覚えがある。結構、フォンテーヌ来て、そんな立ってない時じゃないかな。プネウマとウーシアがよくわからん状態で、なんか手探りでやったような覚えがあるから。あ、で、ワープポイントここか。まあ、あの、まがまがしい泥のやつは、またなんか、後々、ポンといけんのんじゃろうね。なんでもないか。これでも何やったところなんか全く覚えてないな。まあ再びあの場所に行こうと思ったらここか。今度はじゃけ、何？あ、こう開いたから、もう直で行けるわな。あ、こう開ける前まではこっちから行かないといけない。だから、あそこ開けるまでは、ここと、ここが繋がってなかったっていうことよね。これって、水仙十字結社、関連？あの付近かな？水中廃墟か。あ、でもこれがあるから、水仙十字結社のところよな。水中廃墟がずっと続いてるのか。なるほどね。まあ、とりあえずああいう感じだったみたい。どうしようかな。とりあえず、ここに行ってイベント、と進めようか。まあ、1個目だったから。あ、問題ないか。あそこまで行って、アーカイブ区切るか。開ける前に区切っときゃよかったな。こっから行ける、あれかな？これだね。OK。じゃあ、ここで区切っとこうか。イベントなんだっけ？これよな。